ギャビン・エドワーズはアメリカ合衆国出身の男子バスケットボール選手。身長206センチメートル、体重110キログラム、ポジションはパワーフォワード。2013年から2017年までシーホース三河に所属し、2014から15シーズンと2015から16シーズンには最多ブロックショットのタイトルを獲得した。 2017から18シーズンにより、千葉ジェッツ船橋に所属する。バスケットボール日本代表。1988年、アリゾナ州フェニックスに生まれる。メスキート高校では2005の06シーズンに1試合平均17.5得点、リバウンド数8 5ブロックショット3.3の成績を上げ、蓄細優秀選手と、全州のオナラブルメンションに選出された。 また高校では通算100以上のブロックショットを記録し、メスキート高校史上最多記録を残した。2006年にコネチカット大学に進学し、4年間で123試合に出場1試合平均5.1得点3.4のリバウンドだった。最後の2009から10シーズンでは平均10.6得点6.5リバウンドの成績を残した。また、 当時のチームメイトに、ケンバウォーカーがいた。2010年の NBA ドラフトで指名を受けられなかったエドワーズは NBA サマーリーグに参加し、その後2010年12月21日、D リーグのスプリングフィールドアーマーに加入し、39試合に出場して10.62得点、5.44リバウンドを上げた。2011から12シーズンは、 ギリシャのペリステリー BC と契約19試合に出場し1試合平均9.5得点だった2013年 NBL のンシーホース三河と契約する三河では2014の15シーズンと2015から16シーズンに最多ブロックショットのタイトルを獲得し2014から15シーズンにはチームのリーグ優勝に貢献した NBL から B リーグとなった2016から17シーズン、レギュラーシーズン60試合すべてに出場し14.6得点を挙げた。シーズン終了後、エドワーズは、三河との契約を更新せず、千葉ジェッツ船橋へ移籍した。2020年1月、日本国籍を取得した。日本国籍を取得した、翌月の2020年2月、日本代表候補に選出される。 フィバアジアカップ予選や強化試合などに帰化選手枠で出場。2021年7月、東京オリンピック日本代表に選出された。オリンピックは予選リーグ2試合に出場。2戦目で肩を負傷したため、3戦目は欠場した。父の R. エドワーズはアメリカンフットボールの選手であり、1969年から1979年にかけて、 NFL の4チームでプレーした経歴を持つ、ありがとうございます。